今まで過去問の解説動画で簡単そうに見えるんだけど難しいっていう問題を、えー、何問か紹介しているんですが、まあ、今回もですね、その簡単そうに見えるんだけど非常に難しい問題を1個紹介したいと思います。これは平成1年、まあ、元年ですね。元年の理論で出題された問題で、まあ、問いの23なんですけども、 これめちゃくちゃ難しいですね。うん。あの、本当に、なんていうのかな。この、インピーダンスとか、あとは、あの、有効分と無効分っていう考え方、本当しっかりできていないと、まあ、相当厳しいのかな、というふうに思いますね。まあ、本当に難しいです。この問題は。はい、えっ、ー、と、それで、えー、まず、条件を確認していくと、 ラージ R とスモール R を流れる電流の大きさは等しいと。で、例えば、今、上を、ラージ R に流れる電流を I1 ドット、えー。下の R、スモール R プラス X の直列回路に流れる電流を I2 ドットとすると、今問題で言ってるのは、この I1 ドットの大きさと I2 ドット ということは何が言えるかというと、このラージ r の大きさ、ちなみに1 0 0 ω h っていうのが書いてあるんですが、それとこの r プラス jx って言いうんすね、これえ、これから書きますが、このインピーダンスの大きさが今、等しいんだよということが分かるわけです。でえ、仮ですけども、電源の電圧を v としておきましょう。はい。 今の条件を書くと、えー、要するに、ルートの r の事乗プラス x の事乗これが、えー、ラージアルと同じですよ、と言ってます。ここですね。ポイントですね。で、今度、次の条件が、端子 ab における力率は0.8である。 これが難しいんですね。AB における力率なんですよ。あの、下の、ここの力率0.8だったらめちゃくちゃ楽なんですけど、残念ながらそうはいかないと。全体なんですね。ここが難しいです。はい。で、これらの条件から、この small x、x o m はいくらかという問題なんですね。で、今、この、 R の大きさが100オームなんで、これが100オームであるということも分かっているということです。えっと、それではかなり長くなるので、えっと、ノートの方に書いていきたいと思います。で、まず何を書くのかというと、えー、この回路に全体に流れる電流を i ドットとすると、この i ドットに関するベクトルですね。これを書いていきたいと思います。まあ、実際にはこの i ドットって別に直接は使わないんですけども。 はい。それでは、えー、見ていきたいと思います。まず、i1 ドットですね。はい。i1 ドットっていうのは、もう抵抗に直接流れる電流なので、i1 ドット。で、この大きさというのは、 電源の電圧 V をこのアラージアルで割ってやったものということになります。R 分の V ですね。で、今度 I2 ドットなんですが、I2 ドット先に値を求めると、I2 ドットはこの R プラス Jx と言えますけども、この直列回路に流れる電流になります。えー、そうすると、i2 ドットは r、r プラス Jx 分の v イコール、このままだと分かりづらいので、r の事情プラス x の事情分の v で、えー、かっこ r-jx となります。で、これをベクトルで表すということですね。で、まあ、角度が今わからないので、0.8じゃないですからね。r プラス jx か、r プラス x か。 でそうすると、まあ、適当にこの辺かなということで、ざーっと書いていきます。はい。で、この、ベクトルが i2 ドットなんですが、この i2 ドットを有効分と無効分で考えます。i2 ドットの有効分というのは、えー、この r 事乗プラス x 事情分の v かける r なんですね。なので、点点点と。 ここの部分です。ここの部分が r の二乗プラス x の二乗分の vr ですね。で、今度この縦の部分です。縦の部分っていうのがマイナス jr の二乗プラス x の二乗分の vx ですね。となるということですね。 で、えー、ここから、えー、いろんな条件を使って解いていくということなんですが、まず、一、えー、つ考えなきゃいけないのが、この r 次乗プラス x 次乗イコール r イコール100ですね。で、このところから、もう一回改めて書くとですね。 これがイコール R でイコール100ですよと。で、ここからですね。R の事乗プラス X の事乗イコール R の事乗、まあ、イコール100の事乗ということになりますよね。というのがわかります。で、あと、ここがポイントなんです。もうちょっと赤いここかな。 問題の文章で言っていた AB 間の力率が0.8ここポイントなんですよこれ何を言ってるかっていうと今このベクトル図でちなみに これ結んだものが、これが i ドットなんですけども、この i ドットに関して見たとき、力率が0.8。つまり、力率0.8というのは、この、ま、ちなみにこの r 分の v っていうのが、この部分があの電圧と同じ同相なので、そうすると、底辺が4、高さが3、 で、斜辺が5。えー、3対4対5。この関係が成り立っているということなんです。そうすると、この有効分の電流の大きさを4とすると、無効分の電流の大きさは3である。つまり、こういう関係式が立てられます。まあ、ちょっと細い、今度ペンで書いていきます。 ここからかなり数式がダッダッダッと続きますんで。はい。で、しかも、今、この r の事乗プラス x の事乗というのが、ラージ r の事乗だよと分かってます。これも使うんです。では、やっていきます。 このアイドットの横軸は r 分の1とこの r 二乗プラス x 二乗分の vr をかけてやると。あ、ごめんなさい、足してやったものということになります。えー、r 分の1プラス r の二乗分の r 対 r の二乗分の r あくまで大きさだけ見てます。このある事情分の x というのは上のベクトル図のこの高さですね。はい。この大きさの比率が4対3である。はい。あとはこの比例の計算をやっていく。で、えー、その前にまずこの余計なものを消しますと r プラス r 対 x イコール4対3ですね。はい。で、そうしますと、x について求めたいので、やっぱ x イコールの式にしたいんですよね。でそうすると、4x イコール 3r プラス 三スモール R。当然このままじゃ解けませんと。で、もうちょっと整理をして、四分の三、括弧 R プラス、スモール R。いいじゃん、もう百分かってんだから、と言われるかもしれないんですが、もうちょっとお待ちください。で、 ラージ r は100って分かってますかあとスモール r さえ分かればいいんですよ。で、このスモール r というのは、この式から変形をしていきます。えっ、ー、と、こういう変形ですね。まあ、ちょっと余談なので横に書きます。ここから。 r の事情イコールラージ r の事情マイナス x の事情で r イコールルート r の事情マイナス x の事情です。はい、これを入れてやります。そうすると あとあ、ラージアルにも100を入れちゃいます。はい。そうしますと、x イコール、4分の3、かっこ、100足すことの、100の次乗マイナス、x の次乗 で、ここから変形をしていきます。4分の 3x マイナス100イコールルートの100の次乗マイナス x の次乗はい。で、これ、ルートを取ってやります。えー、そうするとですね。 この4分の 3x-100 の事情っていうのを計算しなきゃいけないんですね。で、えっ、ー、と、そうすると、9分、えー、分の 16x の事情で、えっ、ー、と、マイナスの、あ、ごめんなさい。ここちょっと、あ、いいんですね。あすいません。 えっと、これちょっと間違ってます。すいません。えっ、ー、と、ここが誤りで、4分の3じゃなくて、これ3分の4ですね。はい。すいません。失礼いたしました。ちょっと、ノート、書き間違えてましたね。3分の4ですね。はい。失礼いたしました。はい。えっ、ー、と、16、9分の 16x の二乗で、えっ、ー、と、マイナス、3分の 800x ですね。 はい、これ3分の 800x 大丈夫ですかね。えーまあ、この3分の 4x-100 の全体の事情を取るので、この3分の4 x かける1 0 0っていうのが2つ出てくるので,で、それのマイナスなんですね。符号がマイナスなんで、これが出てきますと。で、あと、えー、プラスの100の事情これ1万って書くとめんどくさいんで、100の事情の方がいいですよ、絶対に。 で、イコール、えー、100の事情マイナス X の事乗ですね。はい。で、これを、えー、整理をしていきます。えー、そうすると、9分の 25X の事乗 X の事乗左辺にまとめました。まあ、ここは大丈夫ですかね。 えー、イコール、三分の八百 X。これでね、無事 X がね、この、二乗が左に行って、一乗。それ以外なしということなんで、ようやくですね。はい。えー、そうすると、X イコール、ちょっと中途半端な場所になって申し訳ないんですが、X イコール、三分の 800×25 分の9。よいしょ。で、えー、これ消えて、これ3になってですね。はい。えー、そうすると、96オームと出てまいりました、えー。かなり長い計算なんですけどもね。 はい。で、えっ、ー、と、答えがということで、はい、96で正解ということですね。もう、はっきり言って、ほとんど数学のテストですよね。うん。<laughs> 本当に。いや、これはね、かなり苦労すると思うんですけども、まあ、おそらく、貸し出したの、これも捨て問題の一つなのかなとは思いますけどもね。はい。 えー、ただ、あの、この数学力というのはやっぱりどう頑張っても電験というのは必要になるので、身につけた方がいいかなとは思います。まあ、ただ、この計算の途中のね、こととか本当になんかやっててめんどくさくなってもっと簡単なのないのかなって思っちゃうんですけど、この問題なさそうなんですよね、他にいいやり方というのは。うんまあ、で、しかもあの、力率0.8って、 まあ、私の講習会来てる方と、あ3対4対5ね、みたいな感じで、パッと行くんですけど、まあ、それが使えるのは本当、ここだけなんですよね、うん。ここだけなんです。まあ、ここで使えるだけでもだいぶ違うんですけども、まあ、あの、かなり、え、まあ、難しい問題ということですね。ただ、本当に勉強にはなると思うので、あまあ、ぜひ、一回見ていただければな、というふうには思います。 えー、それでは、えー、今回の問題の解説はここまでとさせていただきます。えー、当センターの YouTube では電、電気工事士、電気演種集の合格のためのお役立ち情報が満載でございます。えー、ぜひ、チャンネル登録をされていない方は、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。それでは、最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。